幸福についてショーペンハンは前回の続きからです次に自然はモラルや知性における極めて大きな差異を人間相互の間に設けたが社会はこうした際には少しも注意を払わない 社会は全員を同等に扱うどころかこうした際の代わりに身分・異界という人為的な際と階層を設けるこの順位性は極めてしばしば自然のランキングリストと全く逆になっているこの人為的序列によれば自然が定位に置いたものが大層行為につき自然が行為に置いた少数のものは 貧乏くく。じを引くだからこの少数のものは社交の集いから遠ざかるのが常でいかなる集いも等数が多くなれば凡用が優勢になる優れた頭脳の持ち主が付き合いに嫌気がさすのは自分と他の人々とでは能力に差異があればしたがって社会的業績に差異があるにもかかわらず権利は平等であり したがって諸々の要求も同等であるせいだ。いわゆる上流社会はありとあらゆる特典を良しとするのに精神的特典だけは認めずそれどころか金製品扱いする。いわゆる上流社会はあらゆる愚行や愚かさ間違いやヘマに対して無限の忍耐を示すことを義務づける。だが ありのままの本人がその身に備えた美典長所は平心抵当して許しを請いさもなければ身を隠さねばならない精神的卓越性は医師の手助けなく存在するだけで相手を傷つけるからである従って上流社会と呼ばれる社会は私たちが褒めることも愛することもできない人間の 見本だという欠点を持つばかりでなく、私たちが己の本性にふさわしくありのままであることも認めてくれないむしろ上流社会では他人と食い違わないように萎縮し己を曲げることを余儀なくされる基地にあふれる弁舌や着想は基地にあふれる人々の集いにのみふさわしく凡人の集いでは完全に嫌われる。 すなわち凡人の集いで好かれるためには平凡で辺境な人間であることが必要不可欠なのだだからこうした集いでは他の連中と似たりよったりの人間になるために著しく自己を否定し己の4分の3を捨てねばならないその代わりそうすれば他の人たちのお仲間になれる しかし本人に備わる価値が多ければ多いほど利益は損失を保証せず己に不利な取引になることがますますはっきりしてくるなぜ不利かといえば世間の人々は大抵支払い能力がないからであるすなわち彼らとの交際から生じる退屈や苦労や不愉快な出来事の組み合わせとなるもの、そして多くの価値を備えた人物が 自らに課かす自己否定の見合わせとなるものを一切持ち合わせていない。従って大部分の付き合いは付き合いをやめて代わりに孤独を手に入れた方が有利な取引になる。のみならず社交界は真の卓越性すなわち精神的卓越性に我慢できずまたこの要因に得難い真の卓越性に変わるもの。 すなわち伝統的に上流階級の間に伝わり恣意的な取り決めに基づく印象的な偽の卓越性スローガンのように変わりやすい卓越性を勝手に採用しているそれがエチケットお上品上流風と呼ばれるものだけれどもこの偽の卓越性は真の卓越性と衝突するとその弱点を露呈する。 おまけにお上品がしゃしゃり出ると良識は引っ込むそもそも人間は自分自身を相手にした時だけ完璧な調和に達することができる友人とも恋人とも完璧な調和に達することはできない個性や気分の相違はたとえわずかではあっても必ずや不調和を招くからだだから心の真の深い平和と 完全な心の安らぎ、健康に次いで最も貴重な地上の財宝は孤独の中にしかなく持続的気分としては徹底した陰性のうちにしか見いだすことができない偉大で豊かな自我の持ち主はそうした場合この惨めな地上で見出しうる最も幸福な状態を享受するだろう。 率直に言えば友情や恋愛や結婚がどんなに緊密に人間同士を結びつけていても誰もが複雑なく相手にしているのは結局自分自身だけでありそのほかはせいぜい自分の子供ぐらいであろう。客観的主観的条件ゆえに人と接触する必要が少なければ少ないほどそれだけ具合が良い。 孤独と赤爆のおかげで人と接触する一切の災悪を感受できるとまではいかなくてもともかく一目で見渡せるこれに対してにぎにぎしい人付き合いは余断がならない気晴らしや報告や会食などという見せかけの背後に大きな災悪しばしば救い難い災悪が潜んでいる孤独は幸福並びに心の安らぎの源泉なのだから 若い頃、孤独に耐えることを習得するのを胸とすべきであろう。さて以上述べたことから自分だけを頼りにし自分にとって自分自身が一切合切である人間が最良の状態であると推論される。のみならずキケロは完全に自分だけに左右され自分自身に全幅の信頼を置く者が完全に幸福でないはずがないと言っている。 その上自分自身の中に有する者が多ければ多いほどその人にとって他人はそれだけ重きをなさなくなる価値と豊かさを内面に備えた人は他人との連帯を得るために多大な犠牲を払ったりましてや著しく自己を否認したりしないがそれは自分一人で満ち足りた心境にあるからだ凡人はこれと反対の気持ちから 社交的になり調子を合わせる凡人は自分自身に耐えるよりも他人に耐える方が楽だからである。おまけに世間では真に価値あるものは顧みられず無価値なものが尊重される。品位ある優れた人物が皆陰性してしまうのはそれを証明するものでありそれに伴う結果である。 以上のことから立派な天文に恵まれた人物の場合ひたすら自己の自由を保持または拡大するために必要とあれば自己の欲求を制限し,したがって浮世の抜き差しならぬ対人関係の問題はなるたけ手短に切り上げるのが真の諸世哲学ということになるだろうまた他方において人間が社交的になるのは孤独に耐えられないからであり 孤独の中の中自自分自身に耐えらられないからだ。内面の空疎さと倦怠が社交や異興旅へと駆り立てるそういう人の精神には自ら運動を付与する弾力性が欠けているだからワインを飲んでその力を高めようとしこうして大酒飲みになるものは多いまさにそれゆえに絶えず外部からの刺激が必要になる それも最も最強烈な刺激、すなわち自分と同類による刺激が必要になるこうした刺激がなければ精神は自分の重みに耐えかねて潰れてしまい重苦しい無気力に沈んでゆく同様にこうした人は各自が人間なるもののちっぽけな断片にすぎずそれゆえ完全な人間らしい意識がいくらか芽生えるために 大いいにに他人に補ってもららわねばならないと言えようこれに対して断片ではなく一単位を成す一人前の人際立った人物はそれゆえ持続しているこの意味で通例の社交は全てのホルンが一つの音だけを出しすべてがぴたりと合わさって初めて音楽が生まれるあのロシアの吹奏楽に例えられる。 すなわち大部分の人のののの人感覚と精神はこ単単音のホルンのように単調だ。彼らの多くは見た目からして常に一つの考えしか持たずそれ以外のことは考えることができないかのようだここから彼らがなぜ核も面白みに欠けるのかまたなぜ核も社交好きで群れで行動するのか大好きなのかという人の群生本能の説明がつく。 彼らは皆自分の本性である単調さに耐えられないのだ。あらゆる愚かさは己の愚かさに嫌気がさして苦しむ。集まって一つにまとまって初めて何やらものになるあのホルン奏者のように。これに対して最地に富む人間は一人で演奏会を行う名称あるいはピアノに例えられる。つまりピアノがそれだけで。 小オーケストラをなすように名称は小宇宙であり前期の人たちが全員協力してようやく成し得たことを彼は己の意識一つで単独で表現するピアノと同様に名称はシンフォニーの構成員ではなく一人国王を辞し独創向きだ名称が前期の人たちと共演する時はピアノのように伴奏付き主旋律としての「 あるいは性格の温度取りとしての共演しかありえない。他方社交好きな人は交際相手の質が著しくない場合には量によって多少補う必要があるという原則を前日の費用から引き出すことができる。最地に富む人ならただ一人でも交際相手とするに不足はない。だが凡庸な連中しか見当たらなければ。 前日の吹奏楽から推察して多様性と協力から何かが生じるようにかなり大勢の凡庸な相手と交際すればよい神よそれに必要な忍耐を授けたまえさて何か崇高な理想を目指して比較的優秀な人たちが集まって団体を結成した場合その結末はどうなるだろうまるで害虫のように、 うじゃうじゃと至るところでのさばりあらゆるものを覆い尽くし自分の退屈や事情によっては欠乏を紛らそうと絶えず何にでも無差別に手を出す例の愚民の幾人かがこの団体へ潜り込んだり強引に押し入ったりして間もなく全体をめちゃめちゃにするかまたは当初の意図とはほぼ反対のものに変えてしまうとほとんど相場が決まっている。 これも禅術した人間の内的空楚さと貧しさが招いたものと言わねばならないところで社交とは極寒の中で人々が押し合いへし合いして体を温めるように人々が互いに触れ合うことで精神のぬくもりを求めるものとみなすことができるけれども自ら精神のぬくもりを大いに持つ人はこのような集団を作る必要がない 第2巻の最後の章にこの趣旨で私が作った偶話がある以上述べたところによると人の社交性はその人が持つ知性の価値とほぼ反比例する極めて非社交的な人というだけでもおおよそ優れた特性の持ち主ということになるつまり孤独は知的水準の高い人にとって二重の利点がある。 第一の利点は自分自身のみを相手にしていること。第二の利点は他人と一緒にいないことだ。およそ交際というものがどれほど多くの義務や苦労、危険まで伴うものかを考慮すれば、この第二の利点は高く評価されることだろう。私たちの不都合はすべて、一人でいることができないために起こると、ラ・ブリュイレールは言っている。 私たちが接触する人間の大多数はモラル面でいかがわしく知性面で鈍いさもなければとんちん感なので人付き合いには危険ないやむしろ有害な傾向がつきものだ。非社交的な人はこうした付き合いを必要としない自分自身のうちに社交を必要としないほど多くを備えているのは大を幸せなことだ。 ななぜなら私たちの苦悩のほとんどすべてが社交から生じるものであり健康に次いで最も本質的な幸福の要素である心の安らぎは社交によって危うくされるため著しく孤独でなければ心安らかであり続けることはできないからである心の安らぎという幸福に預かるために気肉学派の人たちは 一切の財産を断念した同じ糸から社交を断念する人は最も賢明な策を選んだと言えるベルナルダン・ド・さんピエールは食事を控えると肉体の健康が得られ人付き合いを控えると心の安らぎが得られると述べたが適切かつ名言である従って早くから孤独になじみ 孤独を愛するようになった人は均衡を手に入れたようなものだだが決してこれは誰にでもできることではないというのも当初は必要に迫られて集まった人々も必要性がなくなると今度は退屈だから集まるようになるからである誰もが自分の目から見ると自分が比類なく重要なかけがえのない存在であり それにうさわしい環境は孤独だけだけが、世間の群衆によって一歩踏み出すたびに無残にも否認され取るに足らぬ存在に矮小化されてしまう。もしも必要に迫られることもなく退屈もしなければ誰もがずっと一人きりでいることだろう。この意味で孤独とは人間各自の自然状態であり各人を最初の人間アダムとして。 各人の本性にふさわしい本源的な幸福へ立ち返らせるものである。